セガあんなこといいなできたらいいな、あんな夢こんな夢いっぱいあるけど、みんなみんなみんな叶えてくれる、不思議なポッケで叶えてくれる、空を自由に飛びたいな、はい誰かみたい、とっても大好きドラえもん、あんあんあん、とっても大好きドラえもん。子供たちの夢を吸い取ってやる。蝋人形にしてやろうか。本当に大変だ。子供たちは夢を吸い取られると石になってしまうらしい。まさか嘘でしょ。この4人まで大変だ。みんなの夢が盗まれた。夢が集まって膨らんだわけだ。どうするつもりだ。それを夢を持てない貧しい少年たちに配るわけではあるまい。なんて書いてある。立ち入り禁止、覗くな、ワンダラス、私有地。私有地って言葉わかんねえだろうな、多分な。お、すごいザルだな、警備。乗り込んだぞ、ドラえもんが。異物を発見。お、その時に、アイテムも一緒に散らばっちゃったってことなんだね。始まっちゃったかと思ったでしょ。ということで、次からやっていこう。次からじゃねえや、初めまして。今回は、ドラえもん、夢泥棒と7人のござんす、やっていきたいと思うざんす。占いはしましょう。占いする。普通のゲーム、お楽しみゲーム。ドラえもんスペシャル、スタンドラえもんスペシャルでしょ。君は何歳ですか？大変だ。大変だ。あ、まあ、オーバー12。おま、オーバー12ぐらいはあるわ、多分。アクションゲームで遊んだことありますか？あ、まあまあまあ、人並みというか、まあ、いっぱいある方だと思うわ。セガのゲームを持っていますか？もう目の前に山になってる。持って、いっぱい持っている。君の血液型は？僕は A 型です。個人情報をだいぶ晒してしまったな、これ。どうなるんだ、住所を突き止められるんじゃないか、もしかしたら。アキネーターみたいに。頑固だけど几帳面な頑張り屋さん。ふざけんなよ。そんな君には、スタンダードで普通のゲームをプレイするのがおすすめだよ。どういうこと？何？ドラえもんスペシャルじゃダメなの？スタンダード？ドラえもんスペシャルで行こうよ。ドラえもんスペシャルで行きます。ちょっとよくわからん、俺には。ドラえもんスペシャルと、あぶね、C ボタンで攻撃。B ボタンでジャンプ。A ボタンでダッシュ、そして投げる。オッケー。バーン。バーン。チャージショットで殺していくぞ。ドラえもんはね、もうこうなった時はもう容赦しないから。ドラえもんが乗り込んできたら終わりよ、この世界も。こいつはもうだから、もう本当にのび太くんたちだけというか、子供たちの夢を救うために、取り戻すために、ドラえもんはもう殺戮を厭わない。もうその手を休めることはない。全員殺す。ちなみにこれ一撃必殺なんて気をつけましょう。踏んだら、踏んでもアウトです。いや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 、これ無敵じゃないよ。無敵じゃないから注意。これね、ワンナップはしやすいけど、それだけね、死にやすいので、もちろんこの、ドラ焼きを取ると、ワンナップですね。ワンナップ。デデレッテデー、デンデルデンデンデンデルデンデンデレレッテデー。警戒だけどな、これいつまで言うんだ、コピーロボット。一生いてくれんのかな？あ？よしよしよし。ああいう鍵から出てくるやつも危ねえから。あ？あれ？わあ！あ！そういうさ、そういうびっくり系なしにしようよ。まあ、特にびっくりさせるつもりはなかったろうけど。バンバンバン、バンバン、バンバンバン。しゃがみながらジャンプすることによって大ジャンプをすることができます。あの星が確かね、77個集まれば、なんか、大事だったと思う。ほらよ。消し飛ぶ。この銃は一体何なんだ？ドラえもんその銃何ですか？ハッスルハチマキはいいんだけど。ハッスルハチマキみたいに今までよく出る
そのアイテムを駆使することによってごまかしてはいるけど、基本的にその殺傷能力の高い銃については誰も触れやしないんだよ。このゲームに出てくる人たち誰も触れない。あー、まあ倒しちゃうという意味ね。あれをビームで、この殺傷能力の高いただの銃、21世紀の銃で殺すと、まあなんかアイテムが落とすのはあの鉢巻きじゃなくて風呂敷を持ったやつです。危な、あーよかった、今まだ間に合ってたんだ。でも風呂敷じゃなくてハスルハジマキで倒すと残念ながらすぐ生き返ってくるんだよね。うわあ、なんでそういうの許してよ。さっき大丈夫だったじゃん。あ、なにそれ。あー、なにこっからなんだ。上のあれが気になるけど大丈夫、あと行くから。あ、もちろんですけど、なんとなく気づいた方はいると思いますが、初見ではありません。以前に、コミュニティの方でね24時間ぐらいゲームをやりまして、その時にしっかりクリアしてあります。なのでお任せあれ。2回ほど死んではいるけどサクサククリアしたいとは思う。そういう意気込みではある。さあ行くぜ、ボーナスステージ。このゲームはボーナスステージがね本当に豊富。人間がゲームオーバーにならなくて済むようにコンティニューなんかないから、気でなんとか頑張れっていうタイプのゲームだから。よーし、いいねお前1点なんか。3人揃ったからすごいのかと思ったわ今。単純にドラえもん1人に及ばないというか、のび太3人集まってやっとドラえもん殺せるっていうね、そういう状況でしょ。それを示唆してるわけでしょ。デンデレデン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 デレデレデン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 デレデレデンデン。いや、こういうさ、ハッピーなゲームをやってる時に殺す殺さないとかそういうちょっとヤクザまがいの言葉を使うのやめようや。それはもう俺に厳重注意が入ったよ。ニコニコからの厳重注意が入った。ワンナップすごいでしょ。この経験値の、経験値というかものすごい数の木の取りようでしょ。よしよしよし、これ倒すの何出てくるっけ。ハッスルねじ巻き、すごいな本当に。大盤振る舞い。ドラえもんは何個道具があるんだ。同じ道具がコピー何個あるんだろうな。そしてついに一面のボスです。一面のボスはこいつは袋、あっち見ておい、サモン勝負だ。どうすればいいんだ。お前が先に3回勝ったらこの夢玉をやってもいいぞ。なんだって、夢玉ってなんだ。まずほい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 。お前子供を騙すにも程があるだろ。それいい加減にしろ。大人は騙されんぞ。パーと右しか見ない、寝違えてる間違いなく。これで夢玉ゲット、やったぞー。あ、ということね。でこんなのをあと6回繰り返せば、子供たちの夢は全て取り戻すことができると、そういう寸法ですな。いやいやいや、この滑る感じ最高に怖いんだけど。おお、このちっちゃい小粒も小氷もかなり、わあ、どうすんのこれ。よし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 、ああいう小氷力士もなかなかバカにならないからな。なぜかワンナップしちゃう。コピーロボット、いいね。でで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 。スターを、スーパースターというのを70個取ると、このように、まあ、また新しいボーナスステージですね。星がやたら出てくるので、それを拾うことによって、またワンナップすると。な、やたらね、この、大盤振る舞いなゲームですよ。もう2面だって、まだ2面だっていうのに、もう、この木の持ちようです。すごい稼げるの、ほんと。最近映画を見まして、いやー、なんだっけ、なんだっけ、ドントブリースだっけかな。盲目の殺人鬼、盲目のおじさんの家に、泥棒に入ったら大変な目にあったっていう、あれ見ましてね。いやー、怖かったね。怖かった。ビクーンとはなるんだけど、ただね、なんかね、正直、そんなに怖くないのよ。そんなに怖くなかった。な、言っちゃなんだけど。確かに怖かったよ。確かに怖かったけど、前評判よりは全然怖くなかった。その理由はね、俺の中でははっきりしてて、なんて言うんだろうな、泥棒に入る奴らが悪いんだよ。それはもう泥棒に入ったら、すげえ怖い目にあったっていう話なんだけど、よし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 。
泥棒に入るやつらがそもそも悪いじゃない。だから単純にそのおじさんがやべえとは思わなかった。お前ら泥棒に入っておいてそのおじさんに なんでそんなっていう、そういうところは少しあった。どうするこれ、人手が襲ってくるんだけど、ニコニコした人手、笑顔の殺人鬼、シリアルキラーだな間違いなく。おお、こんなにドラ焼きが罠だろこれ。奥のドラ焼き取ったらここガシャンって帰れなくなってるだろ。なぜ帰れるの、これはコピーロボットはそうなんだけど、上の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 なんだっけこれ、ストップウォッチ、ウルトラストップ、あーなるほど、コピーロボット一瞬だった。ウルトラストップを先に取るべきだったのか、いや分からんだ、分からんし分からなくていいなこれ。多分止まってはいるけど踊ってるように見えた。どういうことなの、ハッスルねじまき、ドラえもんいいぞ。あー打つときちょっと顔しかめるんだな、ドラえもんやっぱり。これやっぱこうなんだろう、自責の念が見られる、ドラえもんには。こんな罪もない鶏を撃ち殺していいんだろうかって。わーいいねー、どんだけアクションステージよりミニゲームの方がやってる時間長いんじゃねえかって。お前ふざけんなよ、ついについに徒党組み上がったこいつ、さっきバカにしてしまったから。お前3人寄らないとダメなんだな、3人寄ってもドラえもん1人分にしかならないんだなっていうことを言ってしまったから、多分ちょっとブチ切れたんだ。あー何、あーよかった、危ない危ない危ない、ハッスルねじ巻き効果持続しててよかった、危なかったよね今普通に。ワンナップ、ほらよ、そろそろボスか、そろそろボスか、おなんだこれ、なんか曲になってるわけではないのか、もしかして曲になってんのかなと思って一個一個一生懸命踏んでったけど、最高に無意味だったかもしれない。曲になってんのか、そう、全然わかんない、絶対音感もあるわけでもないし。あー危ない危ない危ない、そうだろ、あいつ何投げてんだあれ、柿の種か、カニが鳴けるものといったら柿の種ぐらいじゃないか。いやじゃあ俺もすごいめちゃくちゃな偏見だけど、慎重に行こう、これ慎重に行くべき。ほらよ、こういう風に痺れた相手を投げて倒すこともできる、覚えておこう。これなんか上になんかあったっけ、ありそう、うわーあるねあるね、いいね。これ走ってったらあいつら飛び越えていけんのかな、あいけそうだなこれ、ほい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 、あぶな、ほい当たんねえか、よしよし、おやったボスだ、今日はこいつ倒して終了にしようぜ。もう今までやってきたゲームの中で最短の収録時間かもしれない。ほいほい始まったこいつ、殴り合い、拳と拳を突き合わせてどっちの拳が先に折れるか勝負だから。猫型ロボットに勝てるかな、やめよう、生産性がなすぎる。あまた左か、いや嘘だろ嘘だろ、あチョキ出してきた、チョキ出してきたよ、お上も出してきた、おやるやるやるこいつ、でもこれグー出して左やっとけば勝てんじゃん、終わってんだこれ本当に、子供を騙すなこんなもので、どうするんだこれで、子供が勘違いして俺あっち向いてほい強いんだっつって、これ次の日小学校とか学校に行ってさ、いじめられるよこいつ、大嘘つきだあいつっつって。ということで、次回は3面からやっていきたいと思います。てか今思ったんだけど、これセーブとかねえから、セーブとかないからさこれ続きからやろうと思ったらさ、もう一回一からやんなきゃいけないじゃないこれ。でもね今日ねちょっと収録時間的にもう間に合わないんだよねこれ、ちょっとこれやんなきゃいけないことがあってさ。ということでまあ次回からシリーズとしてやっていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。失礼しまーす。